はい、ラーメン作ります。今日は蒙古系野菜ラーメンを作ります。辛い系のラーメンは味噌だれとの相性が抜群にいいので、当然野菜炒めも合います。あとは特に言うことないんですけど、いかに肉の旨味というかジャンクな旨味を詰めれるかが個性の出し方になると思いますので、その点考えてみましょう。美味しく仕上がるのでしょうか。それではご視聴よろしくお願いします。
はい、蒙古系野菜ラーメンの完成です。非常に美味しく仕上がりました。うまいです。まあ、うまいですね。うまいんですけど、ちょっとやばい失敗してて、この小麦粉中力粉だったので、めっちゃどっしりしててもちっとしてるので、麻婆麺との相性はちょっと悪いですね。どうしても溶けちゃいますね。まあ、麺多いってのもあります。それも関係してるんですけど、ちょっとスープがぼやける感じとなっちゃいましたね。丼を大きくしてスープを多く味濃いめに仕上げることで、バランスのいいラーメンとなります。今回の反省点それくらいで、まあ野菜が美味しいですね、非常に。なんで味噌だれと野菜炒めのラーメンみたいな感じで、市販のタレとか使って作ると美味しいんじゃないかなって思いました。スーパーで売ってる麺の方が合うかなって思います。ちょっとスーパーで売ってる系の麺はですね、味噌ラーメンめっちゃ合うなっていうのはずっと思ってるんで、まあ熊本ラーメンとかラーメンショップくらいの感じ、なんて言えばいいのが、まあ合うんじゃないかなって思ってます。まあ今回ちょっと、はい、急いでます。はい、そんな感じで以上です。ごちそうさまでした。よろしければグッドボタンとチャンネル登録の方お願いします。それとサブチャンネルおちめん TV のご飯の方もよろしくお願いします。それとラーメン屋さんもやってます。大阪製麺で検索してみてください。それではまた。